はい、さーい、さーい、前回ね、新井選手からやり投げを教えてもらったんですよ、うん、今回ですね、こちら我々の得意分野浮かせずりでございます、はい、あ、前回教えてもらったんで今回恩返しということで浮かせずり、はい、教えて、お願いします。もうバンバンも得意なんで人に釣らせるっていうのが多いよねそうですね、リスナーさんに釣らせるっていう、釣らせたい側に回ってますねどん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 ね見る側に回っちゃった頑張って釣ります。初めてなので、はい、じゃあ沖縄でしか釣れない魚を釣ってみたい。それは一番いいっす。ヤブチャーとかが面白いのかな。ヤブチャーとかいいレインボーだからね。トロピカルの魚、今度の魚より青いんすよ。あ、トロピカルな色してますね。カラフルな魚が多いですね。食欲失せるっていう人も中にはいますね。カラフルイコールなんか毒持ってるのかなってイメージが。普段はどういった釣りやってるんですか。普段は穴釣りか投げ釣りですね。打ち込みです。打ち込み、はい。穴釣りやってみたいな。穴釣り逆にやったことないです。面白そう。こういったところですよね。はい、もうこういうところでバンバン釣れるので面白いですね。当たりが多いので。大きい魚もいるんですか。中には大きい魚もいます。あの浮き絵を目指す、はい、まず一発目はどれぐらい飛ぶかを。全然飛ばない。若干、あ、死んでる。あれ、あら、欲しかった。もしかしたら釣れるかもしれない。あ、繋がってないんですね。繋がってない。ヒゲジマトチュー、すごいなんか幻想的な形してます。ヒゲイカ、やり投げより難しいです。あー、来てる。おーおーおー、すげー、やったー。マジでナイスレーション。釣れる普通。やばいやばい、長いから難しい。おー、釣れました。ありがとうございます。早かった。早かったな。釣れたー。こんな簡単に釣れる。今のどうでした。浮き沈むやつか。もうはい、コンってもう合わせタイミングバッテリーだったな。ひったくられました。ひったくられました。うん、引きあるからね。ドラッグ調整した。あ、沈んでない。おー、いけ。頑張って。無理に巻かないように竿立ててゆっくり。いいよ。グルクンだ。グルクンだ。すげー、グルクン釣った。おー、やったー。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。綺麗な魚が。めっちゃ綺麗。あ、美味しいですか。美味しい。やったー。唐揚げにしたらとても美味しい。あ、本当ですか。はい、やった、ありがとうございます。やっぱりね、瞬発力が早い。浮きが沈んでからの合わせが早い。うん、めっちゃ読み込みが早いです。早いね。おお、飛びすぎ。当たってる。当たってる。ああ、うわー、惜しい。すげえ、釣れますやん。瞬発力が足りんかったな。バンバン。オリンピック選手にはかなわないっすね。アスリートには喧嘩売らんがいいな。めちゃくちゃ釣らせたいっすね。釣るかな。沈んでる、当たってる。今のがちょっと遅かった、はい、ね、今の。さあ、先ほどバンバン釣れたんですけどね、急に魚が、はい、沖縄の海にいるってだけで気持ちいいですね。沖縄の海にいるだけで気持ちいい。ちょっとね、深瀬の方が反応ないんでね、うん、ちょっとルアーで攻めたいと思います、はい、で、ルアーがこちら。ナスみたいですね。340元。元？台湾で買ったんですか。台湾で買いました、これ面白い形のルアー。これで釣れたらなって。まずどういった動きするかわからないから、うん、ちょっとアクション気になるところですね。ナイスキャスト。こんな感じですね。釣れそうにないですね、あんまり。いや、まだ第一回目だからわからない、はい、続きまして、こちら。これもリスナーさんからいただいて、なんか外国の、はい、なんかパクリ商品みたいなこと言ってたんだけど、何これ、セミみたいな。そう、セミだと思う。何このホラー要素。あ、横にパタパタ動いてますね、なんかクロールしてるな。あ、セミいなくねってなるよね、魚からしたら。セミいなくねってなるよね。セミいないっすよね。ってことは、これバレてますね。バレてます。買います。続きまして、こちら。これもね、先ほどのリスナーさんからもらいました。パクリシリーズ。ミノみたいな。外国で買ったやつ。でかいよね。でかいですね、なんか横幅も広いですね、あ、なんかゆらゆら、シンキングミノみたいな感じで。
釣れそうだな。これ釣れそうっすね。これ一番当たりじゃないですか、これ。釣れました、穴釣りで、はい、すぐでした。すごいですね。はい、よかったです、釣れて。すごい、穴釣りやっぱ超過すごいですね。あー、もっと釣っていきます。はい、はい、これトゲがあるんで気をつけてください。あ、わかりました。凶暴なんで結構。本当ですか。はい、釣れました、大きいの。あ、まだ。じゃあ今からですね。ガス楽しいからな。かっこいいですね、なんか赤いロッドケース。ロッドケースね。あ、すごい、もうほとんど台湾で揃えてますね。本当だ、台湾のそのロゴが好きで。かっこいいですよね、なんか大発みたいな感じで。大発、大発とちょっと違うやつ。大発とはちょっと違いますよね。全然違う。多分大物狙いですね。いいんですか、この金色のリールは。ガラサ狙いなんですか。皆さん見てください、これウニ、これウニ、これが餌なんですか。ガラサで、ガラサ見栄えっていうのはくちばしが鳥みたいで、どんな鋭い歯ですよね。カラスロスト、ロストロスト。お、来た、当たったっすね。当たった、当たりありましたね。お、なんで鋭いんです。お、ベラ。どうですか、当たりは。ナイフで、ナイフ。逃がしましょうね、うん、ちっちゃいんで。ちっちゃいから逃がせ。おお、あー、惜しい。もう一回入れれば大丈夫です。おー、来たー、来た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 、でかい。お、なんだ。おお、エラだ。惜しい惜しい。さっき竿交換したんですよ、これと。あれね、ジグヘッドに竿つけてるんですよ。で、これがブラクリというなんか、はい、初めて見る、まあ、仕掛けなんですけど、これで、このセットで釣れましたね。ちょっとこれ帰ってから速攻穴釣りセット買おうかな。穴釣りセット面白いですね、これ。これ全部でくるんですか。これ全部で3000円くらいで揃ってるの。あ、3000円くらいで。安い。おー、いいですね。やばい、面白い面白い。今からもうツインパワーとかもしたら誇りかぶることになりますね。はい、終了ですね。タイムアップでございます。ちょっと深さがちょっと微妙でしたけど、あの穴釣りがちょっとね、面白くてびっくりした。全長があるわけ、うん、それが面白い。あ、来るぞ来るぞって。打ち込みみたいな感じで、うん、ちょっとね、これから穴釣り専門チャンネルですね。ちょっと頑張っていきたいかなって。はい、ということでね、本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に貴重な経験を。画面越しですら体験する、右肩上がりの再生数、セピア色の思い出が再現するのさ。名前目ミスたまり反射する空見上げた、ララババイ変わらない、始まりの始まり、明日には何もない、本当ただつながりだけ透けたボンド。ちょっと水切れでイメージ、ね、イメージが悪くなってるんで、ちょっとちょっとイメージアップということで、うん、みんなちゃんと目に焼き付けてください。今いいことしますから。それ言ったらね、いいことしますから見といてくださいよ。これですね、愛沢幸男ガルツの、これどこに持ってるやつ、ガルツオリンピック選手に渡すという素晴らしい行為をします。はい、ありがとうございます。どうぞ。いや、ありがとうございます。使ってください。もう絶対使います。はい、ありがとうございます。もうなくしたとしても泳いで取りに行く。それだけ危険ですから、ね、危険ですから。はい、ということですね。ありがとうございます。バンバンのはないです。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。